前、5年前、誰に喧嘩を吹っかけたんだ。近江連合直参、合流会2代目会長、合田隆二。今から会いに行く、近江連合会長、合田陣の息子だ。会長の息子。バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ。5年前、合流会はカムル町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは、旧道島組か。いや、東条会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東条会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだのか。一人でな。合田隆二ってやつと差しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だった。銃刀法違反でパクられ臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは東条会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。桐生さん。うん。いや。うん。ああ。ああ。おっ